これまで通りという形は維持できません。絶対に無理です。時代が変わっています。私の一般質問で、市長が三学定例会で令和6年度から学校給食を無償化にしたい気持ちであるという答弁をいただいてますが、今回、まあ、9月から上がるいうことを含めて、まあ、9月の分は年間予算の中でそういう持ってき方なんですが、来年6年度からの、市長が無償化するということを答弁されてくださったので、その点についてのお気持ち、まあ、これは日本の全体のこともあるし県のこともありますが、それを含めての市長の答弁をお願いします。答弁を求めます。以上、石丸市長。はい、考えはもちろん不変です。3月のこの場で答弁の中でも説明をしましたが、給食の無償化というのは子育て支援ではなく世代間格差の是正を主眼として実現したいと考えています。なおこの無償化には秋田方市でやれば年間約1億円が必要となります。ゆえに何とかして財源が確保できるよう今努めているところです。答弁を終わります。金崎議員。はい、まあ市長がそういう発想ですから、まあ、市長がよく言われます、議員と市長は両輪じゃと言われますが、いや市長は言われはブレーキとアクセルと言われますが、まあ私はお互いに今回はブレーキをかけずにアクセルで行かせてもらいたいという存じます。一番目の質問は終わって、芸備線の存続について市長にお聞きします。10月1日において再構築ということが政府が発表して、この協議会には地方鉄道の継続、利用促進で、まあ、バスとの 転換ですかね、等の議論がなされるいうことで、発足しております。この再構築の会議について各市町村の、まあ、リーダートップですよね、その考えもいろいろ、まあ、出ておりますが、まあ、今からの考え、この再構築について市長その分の関係でどう考えておられるか、思っておられるのか、将来鉄道に対してね、どう思いがあるかお聞きします。ただいまの質問に対して答弁を求めます。以上、石丸市長。はい、少し前段の整理をしておきます。ご指摘の協議会というのは国、自治体、そして JR 3社が一堂に会して地域に最適な公共交通ネットワークを検討する場となっています。ですのでそれに先んじて今年の7月には私が国交省を訪問し、早期に議論を始め対策を講じたいと市としての見解を伝えました。さらには国として鉄道網を再構築するための支援策を検討してほしいと、そのように要望もしています。そもそもの話なんですが、モータリゼーションと人口減少が進行する中、これまでやってきた延長線上にある利用促進策、これの効果が限定的であるというのは明らかです。自明です。ですので本気で芸備線の今後を考えるならば、自治体としては可能な限り早く
現実的かつ建設的な議論を始めるべきだとそのように考えています。以上で答弁を終わります。以上、金幸議員。建設的な議論をやるべき、それは私も同意でございます。まあ市長、それは存続に向けて、まあ要望いうんですかね、それは私の要望、住民要望、秋高田市ゲームセンター沿い、また全体の要望で、存続へ向けて、の要望活動ということで、理解をしたいと思いますが、まあ国はまあ中立の立場でいうことでございます。そう言ってもやっぱり我々が利用しなくてはこれはきれいことで終わることだと思いますが、市長としてのとにかく存続に向けて力を注いでいくんだという強い決意はあると思いますが、その決意をお願いします。答弁を求めます。以上、石丸市長。はい無論私にはその決意があります。ただ逆にお伺いしたいのは、市民でありその代表者である皆さんにその覚悟はあるのかという点です。何回もお伝えしてきましたが、これまで通りという形は維持できません。絶対に無理です。時代が変わっています。周辺環境が変わっています。そうした中、前と一緒がいいというのは実に子供じみたわがままにすぎません。いい加減に現実を受け入れましょう。現実を直視しなければ全滅します。そういう危機的状況に我々はもうすでに立っています。よって先ほど申し上げた通り、現実的かつ建設的な議論ですね、国も言ってます、ちゃんと再構築と。その前の話でも出てきました、スクラップ&ビルドです。古いものを残したまま新しいものは生まれません。必ず変化が必要です。形は変える必要があります。ですので変える覚悟があるのかどうか、市民の代表である皆さんに、議員に改めて残りの任期問うていきたいと思っています。答弁を終わります。以上、金幸議員。そうですよ、もう時代は変わってる、当然のことですね。スクールアンドビルドですかね、今言う。それと先の給食のことでも言ったように、今はスゴールいうでスパンでバスッという時ですからね、我々議員もそれはある程度展開していく、当然のことです。そこを私たちもみんな分かっておりますので、市長も再度この芸術戦を存続いうことの強い意志をお聞きしまして、私の一般質問を終わりますが、市長、最後の気持ちをお聞かせください。答弁を答えます以上、石丸市長。だいぶ先ほど気持ちを出してしまったので、ちょっと残りが少ないんですが存続というのは当然の願いです。ただそのためにどうすればいいのか、方法論ですね、これが今のところうちに限らずですね、用意できていません。なのでどうやったら残せるのか、これを真面目に一生懸命考えないといけないと思います。現実を直視して、きれい事ではもうどうにもならんところに来ています。ですので、議論を渋るという態度もしばしば見られるんですが、時間を稼いでなんとかなる時代ではありません。昔はそれが有効だったんですね。人口が増えている段にあっては、今ちょっと我慢すれば10年後20年後に状況が良くなる、その作戦も取れたんです。でももう逆に入ってます。
しぼんでいくんですね。だとすれば、先延ばせば先延ばした分だけ苦しくなります。今我々が覚悟を決めなければ、我々の子や孫、その先の世代が地獄を見るだけです。将来世代には絶対に渡したくないと、そのような強い意志を持っています。答弁を終わります。以上、金井議員。はい、まあ、世代我々に残さないように、とにかく結果はどうあろうとも議論はしましょう。私の一般質問は終わります。